王立バイエルンクニュー鉄道 PTL2 新潟蒸気機関車は王立バイエルンクニュー鉄道の主に支線で運行されていた小型加熱式蒸気機関車である PTL2 新潟はさらに3種類に分類されこのうち2種類はドイツ国営鉄道により98.3型となってさらに第二次世界大戦後のドイツ連邦鉄道にも継承されたすべての種類が 車軸配置 B でワンマン運転を可能とする半自動重力式球炭装置を備え手すりのついたデッキを前後に備えて安全に客車に移動できるようになっていたまた側面に3枚の窓を備えた大きな運転台がボイラーから煙室までをすべて覆うように乗せられていたこの特徴からガラス箱という愛称が付けられていた1905年から1906年にかけて クラウスが4501号から4506号の機関車を納入した。これは大枠の内側、2つの車軸の間に駆動系が収められていた。1906年に製造された3両は、シリンダーの直径が 285mm から 305mm に拡大されていた。2つの同軸は、ジャック軸と外部の連結棒により駆動されていた。 よく知られている後に製造された派生型とは異なり、この旧型ガラス箱では、水タンクは貫通路の上に設置されていたが、客車への行き来は阻害しないように配慮されていた。これと競合する設計の機関車は、マファエが製造したオーリツバイエルンクに、U 鉄道 ML に、新型蒸気機関車となる。ドイツ国鉄の1923年の開番計画では、 これら6両は98301から98306となるはずであったが、実際にはこの年にすべて運用を終了した。この理由は内側に収められた駆動機構の保守作業が困難であるためであった。1908年から1909年にかけて、クラウスは29両を納入した。これは従来型の外部に配置された機構で車輪を駆動するようにされていたが、 車軸の間に置かれたジャック軸を介して駆動することは変わらなかった。4507から4535の番号を与えられた。この動力機構の配置により、水タンクをボイラーの下部に収めることができ、貫通路に余裕を持つことができた。1910年にプロイセンクニュー鉄道がこの形式の機関車を3両購入してプロイセンクニュー鉄道、 T2 型蒸気機関車都市、アルトナ6081号、6082号、エルバーフェルト6041号として配置した。1911年と1914年に、さらに9両と4両に分けて2回の納入が、王立バイエルンクニュー鉄道に対して行われ、4536号から4548号となった。これらの機関車では、 ジャック軸はなくなり軸距は 3200mm から 2700mm に短縮された。1909年までに製造された機関車に比べると、全長も短くなり、重量も軽くなった。ドイツ国鉄はこれらのうち22両を引き継いで、98301から98322とした。このうち9両が最初のジャック軸付けの車両であった。 2両が1942年に工場へ売却され、1両は第二次世界大戦で破壊され、1両は大戦後、オーストリアに残された。この機関車はオーストリア連邦鉄道により688.01型とされたが、1959年に運用終了した。残りの機関車は西ドイツ国鉄に引き継がれたが、ほとんどは1950年代に運用終了した。 98307は1963年まで、シュパルトとゲオルゲンスグミュンとの間で使用され、シュパルトのヤギと呼ばれていた。この車両は、ニュルンベルク交通博物館からの貸し出しで、ノイ・エンマルクとビルスベルクのドイツ、蒸気機関車博物館に保存されたが、走行可能ではない。また1925年から、PTL に2型4515号が、 ニュルンベルク交通博物館に保存されている。この機関車はカットモデルとなっていたが2005年10月に起きたニュルンベルク西機関区の火災に巻き込まれてしまった。98321は1938年に機関車仲介業者の手を経てニーダーザク先週鉄道局のフェルデンバルスローダー1000へ渡った。1947年にこの機関車はクルップによって 改造された。過失より後ろに操作の便類が配置され通常型の運転台にされ、半自動重力式球炭装置は通常の焚き火口からの球炭に改められた。フェルデンにおいて完成し、298号として運行を再開したのは1950年であった。2個の元空気タンクが追加の水タンクとして装備された。 運行はわずか1956年初頭までで終了し、スクラップ業者に売却された。ありがとうございます。